チャンピオンです。改めまして浜中直也、大きな拍手お願いいたします。さあまだまだ若い33歳、しかしもうベテラン、ライダー歴は15年です。同じく彼も高校卒業して元気流れる18歳からこのフリースタイル、そして水上バイクに目覚めました。やっぱりこのね、海または水の上でジャンプしながらね、普通に乗るっていうより、ああやってね技を競うっていう、そういったフリースタイル、こっちの方が面白みがあるということですね。さあファーストトリックから2分間スタートです。一番最初おそらくやはりジャンプ技来るんじゃないでしょうか。そろ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 来るぞ。ファーストトリックスタート。1回2回3回、今度バレル3回連続、素晴らしい。さあそしてまだまだいきます、ノーウェーブからのバレルドール。皆さん技だけじゃないですよ、こうやってね皆さんにどうですかというアピールポイントも加味されますから、浜中直也選手のこのアピールいいんじゃないでしょうか。そして自分の引き波を作ってもう一度、さあジャンプ技と来るか。ちょっとね練習不足とは言ってましたけども、しかしやっぱりこの浅草カップバトルとなったら負けが違う。さあそんな理由はどうでもいい。バックフリップ高い1回、そしてバレルのコンボ。さあこのタラのジャンプでもこの前に、しかも地面の上で縦回転にジャンプするってなかなかないんですよ。さあ1分経過しました、まだ1分ある。彼の残りの1分はどんな構成なんでしょうか。やはりこのトルッキーの技出た、540。さあヘリコプターにも見えましたけどもね、そうまるでヘリコプターのような、しかし1回転半ですと540、これまでにはない技が出てきました。これはアピールポイント高いんじゃないでしょうか。さあそして今までの縦回転から上空で360度回転するというその技にもう一度バックフリップ、高い2回、3回連続。さあ残り15秒です、残り15秒、浜中直也の残り15秒、一体どの技で締めくくるのか。さあ残りから2分間、ここでタイムアップ。さあタイムアップ、あちょっと悔しそう、ちょっと悔しそうでは